ブレシアはイタリア共和国ロンバルディア州にある都市で、その周辺地域を含む人口約20万人の基礎自治体。ブレシア県の県都であり、ロンバルディア州では2番目に人口の多い都市である。ブレーシャなどとも表記される。ローマ時代にはブリクシアと呼ばれ、アルプスイ北との交易で栄えた歴史を持つ。市内には古代から中世にかけての遺跡や、 歴史的建築物が多く残っており、ランゴバルド王国が残した修道院はユネスコの世界遺産に登録されている。また、ブレシアはイタリア有数の工業地帯の中心都市であり、機械工業や製鉄業が盛んである。中世以来の金属加工と武器製造の伝統を有し、兵器生産地としても知られる。ブレッシャはブレイヤ、またはブロと発音される。 日本語文献では、ブレシアのほかブレーシャ、ブレシア、ブレシャ、ブレッシャなどとも表記される。標準イタリア語以外では、以下の名称を持つ、ブレシア県外略図ブレシア県南部のコムーネである。ブレシアの市街は、ベルガモから、東南東へ4 5トルクレモナから、 北北東へ4 8トル、ベローナから西へ6 2トル、州都ミラノから東へ8 0トルの距離にある。隣接コムーネ隣接するコムーネは以下の通り、方平原の都市である。バルトロンピアの出口、マッタレーナ山のふもとに位置しており、メッダ川とナビリオ運河に挟まれている。ブレシアの旧市街地は四角形で、道路は直行している。これは、 ローマ時代の都市計画を受け継いだものである。中世には、ローマ時代の都市よりやや広い範囲が城壁で囲まれた。現在のチェントロストーリコと呼ばれる地域の北東部を占める。ローマ時代以前に起源を持つ。ローマ時代には、ブリクシアの名で呼ばれ、アルプスイ北との交易で栄えた。キリスト教国家となった時代の西暦568年に、 ブレジア周辺はランゴバルド王国の支配下に入った。その後、774年にフランク王国のカール大帝に征服された。12世紀初頭に自治都市となり、その後は農村地帯まで支配の拡大を図った。そのため、周辺の都市、ベルガモやクレモナと対立した。クレモナとは2度の戦争を起こし、いずれも勝利を収めた。なお、 1769年には、聖ナザロ教会の通路に保管されていた80トンの火薬が落雷により、因果、町の2割弱が吹き飛ばされる大損害を受けている。そのため、教会に平い針を設置することを許可するようになったきっかけが、この事件という説もある。1849年春には、オーストリアの支配に対する反乱が発生した。 この時のブレシア市民の戦いから、ブレシアの街は、イタリアのメスジシの微笑で呼ばれる。イタリア有数の工業地帯の中心都市であり、機械工業や自動車エンジニアリング、工作機械工業が盛んである。多くの工場は、家族経営の中小企業である。中世以来の武器製造の伝統を有し、現代においてもブレシアは、イタリアの代表的な兵器生産地である。 ブレシアとその周辺には、ベレッタ、ブレーガメッカニカブレシャーナなど多くの重機メーカーが、本拠を置いている。ブレシアでは、毎年兵器の見本市が開催されている。金融業も盛んである。また、ガルダ湖やイゼオ湖、アルプス山脈に向かう観光客を相手にした、産業でも潤っている。カピトリウム神殿の遺跡ローマ時代の、劇場遺跡フォロ広場は、ローマ時代のフォルムの跡である。 広場の北側、コッテシドニオの丘には、カピトリウムと呼ばれる、コリント式の神殿がある。この神殿の複合体のうち、小さいものは、共和制時代に遡り、大きなものは、ウェスパシアヌスミカドによって、西暦73年に建設されたと考えられている。1826年の発掘で、カピトリウム内から、二家の素晴らしい銅像が発見された。古代後期、 この年を見舞った様々な災悪から守るために隠されていたものと考えられている。カピトリウムはブレシアローマン博物館として使用されていたが、博物館はサンタジュリア女子修道院の近くに移転している。サンタジュリア女子修道院はかつて有力な女子修道院であり、ロンバルディア王国の時代にはデシデリウス王の王女であるアンセルペルガが修道院を率いていた。 サンサルバトーレとサンタジュリアの修道院、建造物群を含む記念建造物地域は、ユネスコの世界遺産、イタリアのロンゴバルド族、県世の足跡の一部を構成している。カピトリウムの東には、ローマ劇場の遺跡がある。ルネサンス期にコンレシドニオの丘の斜面に宮殿が建設されたために、劇場の遺跡で残っているのは一部だけである。 中世の代表的な建築物としてはブレシア城がある。プロサッカークラブチームとしてブレシアカルチョが本拠を置く。ホームスタジアムはスタディオマリオリガモンティ。ブレシア駅郊外のモンティケアーリにブレシア空港がある。印を付したものは翻訳元に挙げられていた出展であり、役室に際し直接参照してはおりません。ありがとうございます。